はい、皆さんこんばんは。ブレイントレーナーの小石田美代です。脳教育を皆さんに分かりやすく伝える活動を日頃からしています。私は今この本ですね、腸との、エムラン・メイヤさんが書かれた本について、まあ、一章ずつ私なりの解釈で、お話をさせていただいています。じゃあ今日は第7章、直感的な判断という章になります。はい、まあ、この本は初めてご覧になった方も見えるかもしれませんが、副題で、体内の会話がいかにあなたの気分や選択や健康を左右するかということ、体内の会話というだけでもちょっと興味が湧くんですけれども、腸と脳のつながりを研究し続けてきた第一人者が、腸と腸内の微生物と脳が交わす緊密な情報のやり取りが、心身に及ぼす影響とか、腸内環境の異変と疾病の関係について分かりやすく解説した本になっています。はい、では今日第7章を進めていく前に、前からのちょっとおさらいを少しします。私たち腸脳相関っていう言葉を知っている方多いと思うんですけれども、まあ、腸と脳は直接つながってすごく影響し合っているよということなんですよね。脊椎を伝って脳から神経が体中に張り巡らされているんですけれども、腸だけは、そこではなくてバイパスが通っていて、脳と腸が、もう瞬間的に反応し合うというような意味です。脳がストレスを感じると、この右上に書いてあります。従来の考え方では、脳がストレスを感じると腸の動きが悪くなる。腸の動きが悪くなると脳が不安を感じる。まあ、悪いことばかりじゃないですね。腸がすっきり、朝気持ちよく、ね、腸がすっきり出ると、なんか頭がすっきりしてやる気が出るじゃないですか。はい、そんな関係もあります。じゃあこの本ではそれに加えて最近の研究結果から、この微生物、腸内微生物がとても重要なここで働きをしているんだってことをこの本は言っています。じゃあこの右側の文章ですね。この腸とこの真ん中に女の人がいますけど、脳と腸がとても関係しているんです。腸の相関で。じゃあその間に微生物の存在が、大事だということで、じゃあ右のこの灰色の枠の中ですけれど、腸から脳に対する働きということで、腸の中の腸内微生物が正常に働くとき、脳と心が安定するということが分かってきています。じゃあそれと、じゃあこっちの、左側の灰色のところですね。じゃあ脳から腸に対して、じゃあ脳がポジティブ思考でポジティブ感情にあるとき、腸内の腸内微生物が健康に寄与する働きをする、ということが分かってきています。はい、じゃあ腸脳相関には微生物が不可欠ということですね。人間は微生物なしでは健康を維持できないとも言われています。そしてこの著者のマイヤーさんがこの本の中で言いたかったのは、まあ、実際のところこの微生物、こう見えないもの存在、なのではないかといつも感じています。腸やその他の臓器と脳とか、いろんなこの人間の中にはね、臓器、器官があって、それ同士が会話をしたり、つながったりして、人間が、健康で生きれる条件づくりをみんなそれに寄与しているんですけれども、それ以上にこう微生物の存在、微生物によって人間が生かされていると事実を伝えたかったのだと思います。はい。そして、微生物の歴史っていうのは、ものすごく長いんですね。40億年前だと言われています。地球の誕生が46億年前なので、微生物は、まあ、最初の生き物ですね。地球上にできた。そして、人間の歴史は、
ほんの500万年なんですよね。だからそれよりももっともっと微生物は長い歴史があるんです。じゃあその歴史に刻まれた微生物を腸の中に私たちは住まわせているんですね。はい。ですから微生物の方が本当はずっとずっと賢いのかもしれません。はい。じゃあ微生物についてです。そしてこの章の直感的な判断というテーマにふさわしく、日常の中で私たちが何百回何千回もしているこの瞬時の判断、決断したり判断したりいろいろしてますけれども、それには腸が関係しているのではないかという角度から、この章では初めにこの一冊の本を紹介しています。はい、それがこの本、ファスト&フローというスローという本ですね。じゃあ、この著書でありノーベル賞を受賞したダニエル・カールマンさんによると、じゃあ人が判断を下す時に使う思考モードは2種類ありますということです。じゃあこちら読んでいきますね。ファスト&スローなので、そのファストっていうのが直感のことで、スローというのがこれが理論的思考のことです。じゃあこの要約がありました。私たちには2つの思考モードがあります。じゃあファスト、早い思考は直感や感情のように自動的に発動するもので、日常生活の大方の判断を下しているのがこのファストであるということです。何を食べようか、何を着ようかとか、本当に些細なことから全て私たちは判断をして行動しています。その大方の判断はこの直感に頼っているということですね。で、一方で、スローというこの遅い思考の方ですね、は、熟慮とでも呼ぶべきもので、意識的に努力しないと起動しないです。これはいろんな考えや分析をしたりして判断する方ですね。じゃあ、ファストの判断を避けてスローを働かせるのは多くの人にとって難しいと書いてあります。ですから、すべてこの基準となるものはファスト、直感だと言っています。その下、直感的判断は私たちの行う多くの選択や判断の背後にある。っていうことですね。すべての判断が私たちの直感的判断によるものだということだと思います。はい、じゃあ、例えばですね、この本を私本屋で見つけた時に、直感で買いたいと思ったんですね。じゃあそれはその直感なので、何か計算して頭の中で計算しているものではないんですけれども、じゃあそれの奥にある、じゃあ私の心理とか何か蓄積されたものって何だろうなと思った時に、じゃあ私が日頃から腸に関心を持っているとか、脳と腸がつながっているってことをもう知識として奥にあるわけですよね。ですからこれを見た時に買おうってすぐ判断ができたんです。それはスロー的な倫理的な思考もあったかもしれませんが、直感で、ファストの方を使ったんだと私は思っています。はい、じゃあこの本の紹介に続いて、じゃあ一番下、直感と内臓感覚は表裏一体だと、この腸と脳の著者のメイヤー氏は言っています。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。